その本、前に死神が読んでたぞ。え、西村が。触るなよ、呪いが移る。死神？私に近づいたり触ったりすると感染する死の呪いなんだって。かっこいい。うちの太陽をよろしく。あれほど肩を冷やすなと言っておいたのに。男か。お母さん。うんうん、とっても可愛いよ。西村さん、自分じゃ気づいてないかもしれないけど、西村さんって本当は天使なんだよ。うわ、死神だ。バリア、バリア。バリアは敵が来た時に張るものでしょ。バリアする必要なくない？友達なのに。友達、すごく大切な友達ができたの。友達、友達なのに。会いたいの。どうしちゃったんだろう。高田くんは今まで通り私のことを死神って呼んで。僕が憧れる死神は少し不思議でミステリアスで強くてかっこいい。